えり三上恵理君立憲民主社民の三上恵理です森谷議員に続きまして奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について質問をいたします資料一をご覧ください森谷議員からも指摘がありました人口減少についてです 奄美群島の人口推移のこちら、基本データとなります、人口減少と超少子高齢化が進んでいます。人口は昭和30年の国勢調査ではおよそ20万5000人でした。令和2年の国勢調査ではおよそ10万4000人、ちょうど半減したことになります。令和2年の高齢化率、全国平均28%を上回る、 35となっています一方、小笠原諸島は2023年4月現在で2522人、えー、ちなみにこの人口のピークは1944年の7711人でした。山美群島、小笠原諸島のそれぞれの地域におきまして、今後も地域社会を維持するために、移住・定住の促進が必要です。受け入れ体制のの整備が課題でです今回の法案で 目的規定に移住の促進が追加されました、理由について、大臣に伺います斉藤国土交通大臣あの昨年11月に奄美大島を訪れた際あの、移住者のための住まいの確保や、農業と観光などを組み合わせたマルチワークによるなりわいの確保に取り組む団体の方々と意見交換をさせていただきました。 意見交換の中で、こうした団体に所属する方々の多くは、まず、あ、らも移住者である方々でございます、さらに新たな移住者の受け入れに積極的に取り組まれている、こういう現状、あの非常にあの積極的に行っていらっしゃる若い方々とお話をさせていただきました、特に印象に残ったのは、奄美には仕事はあるが、移住希望者の住まいが足りないと、こういう声でございました。 あの今回の改正では、法律の目的規定に移住の促進を盛り込みますが、これは現場の声を踏まえて、空き家を活用した移住者向けの住まいの確保などの取り組みを支援するものでございます。奄、え、美、ー、群島への移住者数は年々増加しております。現在、群島全体で年間1800人程度となっておりますが、移住促進の取り組みにより、今後5年間で年間 3000人まで増加させることで、企業や事業承継、地域課題解決の担い手を確保し、奄美群島のさらなる振興につなげてまいりたいと考えております三上恵利君。 はい現地の声をしっかり活かしていただくよう期待したいと思いますこの後また空き家について伺いますのでよろしくお願いいたします10年前2014年の改正で定住の促進について追加されましたまあ、今回移住の促進10年前は定住の促進について追加されましたこの10年の間にこの定住の促進についてはどのような取り組みが実施されて効果があったのでしょうか 国国土土交通省黒田国土政策局長お答え申し上げます奄美群島におきましては、若難層の転出によりまして、人口減少が課題となっておりましたことから、10年前の平成26年の奄美法の改正で、定住の促進が、法目的に追加をされたところでございます。 で併せまして、この若年層の雇用を創出するために、同年の改正で従来の個別補助金を大幅に拡充いたしまして、地元自治体の創業創意工夫によります産業振興などが総合的に支援する、えー、現在の奄美軍島振興交付金制度、これが創設をされて、また今年度の予算要求でもお願いをしているところでございます。えー、鹿児島県が 令和5年3月に作成をいたしました奄美群島振興開発総合調査によりますと、この交付金を含めた振興開発施策によりまして、農業や観光をはじめとする産業の振興や、群島の魅力を高める自然環境の保全が進められた結果、人口減少は続いているものの、人口減少の抑制に一定の成果を上げたというふうに評価をされているところでございます三上恵里君、引き続き取り組みの推進をお願いいたします。 これ今回ですね基本理念に奄美群島と沖縄との連携を追加したこれ大きな改正点だと思います。この理由について大臣に伺います。斉藤国土交通大臣。はいあの今回の法案改正によって大きな目玉でございます。で奄美群島と沖縄は地理的歴史的に近接しており令和三年には奄美大島と徳之島が 沖縄島北部及び入表島と一体として世界自然遺産に登録されるなど両地域の結びつきが一層強まっておりますまたこの10年間で奄美大島と沖縄県での人の往来は3割程度増加しておりますまこうした背景を踏まえ昨年11月に奄美大島を訪れた際にも地元首長や事業者の方々から沖縄との連携強化について多くのご意見をいただきました 奄美群島のさらなる振興開発のためには、近年、観光客の増加により、一大消費地となっている沖縄の成長を取り込むとともに、国際的な人流物流の拠点となっている沖縄との連携を促進していくことが不可欠であると考えております。そのののため、この法律案案ににに、におおきまして、て、基本理念に沖縄ととと連携を盛り込むとともに令和6年度予算案において 奄美群島振興交付金のメニューを拡充し、沖縄との人流物流の活性化を支援することとしております。あの私もあの行ったときに、漁業関係者の方とあの港に行ってお話ししたんですがあの、その取れた新鮮な魚を沖縄に送る、その、そういうルートも今ないと、そういう意味でも、自分たちの成りわのためにも沖縄との連携をしっかり、えー、つけていきたいと、まあ、こういう話を直接伺ってきたところでございます。 三上里君この連携の中で、新たな価値を生み出し、奄美群島の持続的な発展に資することを旨とすることとあるんですけれども、この新たな価値というのは、具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか、お聞かせください斉藤国土交通大臣、はいあの。この新たな価値として期待するものは、例えば、観光面においては、世界自然遺産に一体で登録された。 奄美沖縄のブランド化や、同じく世界自然遺産である屋久島も含めたツアーの造成などによる新しい観光文化の創出、このようなことを考えております。また、産業面におきましては、まあ、先ほど、ちょっとあの漁業組合の方とお話ししたという話をさせていただきましたが、沖縄を経由しての東南アジアへの農林水産物の輸出の促進を通じた産業基盤の強化や、 新たな販路拡大による奄美産品の魅力の再発見、まあ、これらを新たな価値ということの内容として考えております三上恵理君。令和3年には、奄美群島と沖縄がこれ、一体となって世界遺産に登録されましたので、本当にこの観光振興については、どんどんあの広げていただきたいと思います。えー、次に、山本議員からも詳しく質問がありました、空き家について伺います、資料2をご覧ください。 天見群島におきまして、平成20年から平成30年の10年間のうち、総住宅戸数が410戸増加しているのに対して、空き家等の戸数、これが590戸、総住宅戸数よりも多い590戸増加しているんですね、空き家率、平成20年の7.0%に対して、平成30年は9.4%となっていて、 2.4%増加しています、まあ、今回のこの法律案なんですけれども、移住の促進を奄美法の目的に追加しております、移住を希望している人への空き家の活用も含めて、支援をどのように行うかお聞かせください黒田国土政策局長。お答えいたします。 近年天見群島への移住者これ大幅に増加をしておりますけれどもこれがあの今後天見群島の地域社会を維持していくためにはさらにその動きを強化する必要があると考えておりますでこのためこの法目的に今回の改正案に移住路を追加をさせていただいている案をご提案させていただいておりますけれども 予算案におきましても、この交付金メニューを拡充をいたしまして、移住促進に関する事業の支援を新たに実施をすることとしております。でその具体的な内容といたしましては、今、議員ご指摘がございました、空き家をいかに活用するのかということがポイントであるというふうに考えております。特に移住者向けの住宅の整備などに加えまして、あのソフトの支援。 例えば、移住希望者向けの相談対応への支援であるとか、首都圏等における奄美群島のプロモーション、こうしたそのハード、ソフトを含めました移住希望者への住まい、また仕事の情報であるとか、コミュニティにちゃんと入れるかどうか、そうした支援を総合的に行ってまいりたいというふうに考えております三上恵里君、まあ、全国どこも同じ悩みを共有しておりまして、私の地元、広島も13友人離島があります。 もうどこに行ってもです、ね、本当に空き家がいっぱいで、えーまあ、地方だけに限らず、この離島での空き家問題も深刻化しています、危険な空き家の解消が、えー、課題となっています、この法律案におきまして、配慮規定等を改正し、空き家回収等による移住者向けの住宅整備等を支援するとされているんですけれども、えー、空き家につきまして、改修だけではなくて、これ、 除却についいても支援は行われる予定でししょうか黒田国土政策局長お答えいたします空き家につきましては、この奄美群島あの、特にこの台風の常習地帯でもあるということで、生活環境の整備であるとか、安心安全を確保する観点からも、危険な空き家については除去が重要であるというふうに認識をしております。 で地元自治体におきましてはあの、所有者や自治会が空き家を除去をする際の費用につきまして、いろんなメニューを用意をしてし、実施をしているというふうに承知をしております。 国交省といたしましても、空き家対策総合支援事業を通じまして、空き家対策を行う自治体向けに、空き家の除去費等を支援をしております。あの今回、私どもの,この交付金の中でも、回収の事業を行って支援することとしておりますが、こうした空き家の除去費用、こうしたこともこのあたら、別のメニューとも合わせまして、自治体の取り組みをしっかり支援していきたいというふうに考えております三上恵理君。 奄美市におきましてもこの空き家バンクを通じて情報提供をしっかり行っていますこの実際空き家のこの登録件数っていうのは伸び悩んでるとも聞いています具体的にどれぐらいの契約件数があるんでしょうか黒田国土政策局長お答えいたします奄美群島におきまして自治体ごとに空き家バンクを運営をされております自治体ごとに聞きましたところ登録物件数は累計で 約四百七十件で、そのうち賃貸や売買の契約に至ったものが約三百六十件というふうに受けたまっております三上恵理君空き家については最後にこれからこの件数増加させるための取り組みを伺います黒田国土政策局長、えー、お答え申し上げます、えー、現在地元の自治体におきましてこの空き家バンクの登録物件数及び契約件数を増加させるために例えば あの固定産税の納税通知書への空き家バンクに関する案内の同封であるとか、自治体窓口での空き家バンクの紹介、また自治体の広報等を活用した住民向けの普及、啓発、また専従職員による空き家所有者への個別の働き,かけ働きかけなどの取り組みを実施していると承知をしております。 国土、えー、交通省におきましても、空き家を活用した今回の移住者向けの住宅整備を進めるためには、その前提として、こうした活用可能な空き家情報の把握であるとか、所有者の周知が重要であると考えております。えー、6年度からのこの群島交付金を拡充をいたしましてこ、こうした空き家の活用に向けた移住者向けの情報発信、また住まいの提供のいろんな支援というのをしっかりとやっていきたいというふうに考えております三上恵里君。 次に奄美群島の子どもの貧困についてお伺いいたします。奄美群島におきまして、生活保護の受給率が非常に高いということで、令和5年のデータで、1000人当たり、全国が16.3人に対して、奄美群島は42.9人に上ります。 まあ離島であるがゆえに、輸送コストなどが価格に転嫁されるということで、あの大変生活物資が高くって、昨今の物価上昇も影響しております、さらに離婚率がです、ね、全国平均1.7に対して、奄美群島は2.54、このことが、一人親家庭が全国的に見ると非常に多いんですね、で子どもの貧困にこういった状況がつながっているということです。 で地元では子ども食堂ですとか、ボランティアの方々が NPO、本当に尽力してらっしゃいます。沖縄の振興法、同様に子どもの貧困対策に係る努力規定を、奄美群島振興開発特別措置法にも入れてほしいと、3月15日に衆議院の国交委員会で野間武氏議員が質問しました。国交省は、今回の法改正における配慮規定に児童福祉の充実が追加されたと答弁しています。 でこの児童福祉の充実の具体例をお聞かせください黒田国土政策局長お答え申し上げます、奄美群島におきましては、今委員ご指摘のとおり、生活保護受給率であるとか、児童福祉手当受給割合、これ、県本土よりも高くなっているのが現状でございます。で現在、鹿児島県が奄美群島におきまして、例えば子ども食堂の立ち上げ支援であるとか、出張子ども食堂の開催、 また子どもに対する学習、就学支援などに取り組んでおるほか、あの民間団体によりますひとり親家庭への子ども等を,をこの夜間まで預かる施設などもあるというふうに聞いております。 でこうした奄美群島におきます現状や取り組みを踏まえまして、行動交通省といたしましては、今回の配慮規定にご指摘ございましたとおり、児童福祉の充実という案を追加をさせていただきますとと合わせまして、この6年度の予算案におきまして、この交付金のメニューに教育の振興、これを新しく追加をいたしまして、 先ほど、地元自治体でさまざまな子ども食堂であるとか、子どもの書類や家庭の支援、こうしたその取り組みを行われているのをしっかりと国としてもサポートすると、子どもの第三の居場所づくりをしっかりと支援していくというような形で、学習環境の支援が行えるような形にしていきたいと思っています。あのこうした取り組みを通じまして、群島におきます子どもの貧困対策、これ、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えてお三上恵理君。 奄美群島におきまして人口が半減して所得水準は低く立婚率が高いというまあ、こういった状況の中でぜひ教育関係に資するもののそういった補助であるとか子どもの貧困対策ぜひ、えー、よろしくお願いいたします、えー、次に、えー、令和4年5月公表の首都直下地震等による東京の被害想定では南海トラフ巨大地震により当初部に 大きな津波が襲来し多大な被害をもたらす想定結果が出ましたで、小笠原村は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています小笠原諸島では多くの住居や公共施設が海岸沿いの低い土地に位置していますですから住民ですとか観光客の安全の確保のために大規模災害における防災対策が喫緊の課題です資料3をご覧ください 小笠原諸島におきましては、津波浸水想定区域内に、ちょっと私も見て驚いたんですけど、45%の公共施設が存在しております、津波が起きて、どこに逃げろっていうことなんですけれども、ハザードマップによりますと、でまあ、移,転移転も急務であるんですけど、じゃあ、どこに移転するのかという問題もありますし、小笠原諸島は台風の常習地帯でもあります。 土砂災害警戒区域にある公共施設の強靭化が求められています改正案では防災対策の推進に係る配慮規定が拡充されています今回規定に盛り込んだ理由を伺います黒田国土政策局長お答えいたします 小笠原諸島は台風上昇地帯でありますとともに、委員ご指摘のございましたとおり、南海トラフ地震による津波被害も想定されておりますことから、この防災対策を進めることは大変重要であるというふうに認識をしております。で具体的には、南海トラフ地震によりまして、最大津波高14.7メートルの津波が到達し、例えば島内の幹線道路が寸断される恐れがあるということから、現在、この離断断ダ,ンダンを確保するために、 高台への都道・父島循環線の整備、これはあの、湾岸道路のところがこの非常に危険であるということで、えー、強靭化の観点から、この奥に入る高台への都道・父島循環線の整備であるとか、またあの津波想定区域に立地をいたします母島の保育所、これの高台移転も進めているというところでございます。 でこうした課題も踏まえまして、今回の法改正では、防災対策の推進に当たりまして、えー、住民の孤立対策の防止に加えまして、地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止する旨の配慮規定というのを追加をし、また具体的な取り組みを進めているというところでございます三上恵理君、えー。小笠原諸島振興開発について、審議会では、学校ですとか社会福祉施設、そして浸水想定区域からの移転、えー、避難計画の策定、 定を求めています。国としての支援を大臣の見解からお願いします。斉藤国土交通大臣。はい。あの小笠原審議会からあの意見苦心がございます。でこれに対してはあの住民や観光客の孤立を防止しなくてはならない。まあ、そのために防災施設の整備を行うこと、それから津波浸水想定区域にある公共施設の移転。 これらがあの盛り込まれているところでございますこれを踏まえまして現在小笠原村において災害時の避難場所として指定されている小笠原小中学校の建て替え津波想定区域に区域に立地している母島保育園の高台移転などが進められているところでございます国土交通省としてはこれらの事業に対して補助率をかさ上げして支援しており引き続き 小笠原諸島における防災・減災、国土強じ化に向けた取り組みをしっかり支援してまいりたいと思います三上絵里君、施設そのものの強じ化の図るということをお願いすることを申し上げ、私からの質問を終わり,ますありがとうございます。